ボートレーサーの三宅近志63歳が7月19日に引退。1982年5月、琵琶湖一般戦で50騎としてデビュー。同年5月、尼崎一般戦で初一着。1985年8月の三国一般戦で初優勝。G1 は通算2優出1位、通算217優出で優勝は31回。通算1587勝。生涯獲得賞金は8億4363万4992円。協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。